困難救助隊の、初代隊長の黒田武尊と申します。2020年の、令和2年の11月3日、これは文化の日ですか、その夜です。今までですね、大体休日か休日の前日あたりに撮影してましたけれども、たまに、こういうですね、勤務の終わった日にですね、やってみようっていう気になるっていうことなんですけども、まあ、だいぶ作品数っていうかアップする数も違ってきますね。2倍から3倍になっちゃいますからね、あのこのペースでやるとですね。ただやっぱりこの53歳という年齢も含めてですね、ちょっとやっぱり何かが本当に追い込まれている気もありまして、そうするとやっぱりこう何かしらこう表現して、YouTube にアップしたいということをですね、もっとしなきゃいけないんじゃないかという、ただインプットも追いつかないんですけども、まあ、なんとか、短い50分のですね、録画しておいたものをちょっと探し出しまして、ちょっと それがですね、まあ、30代ちょっと過ぎぐらいの女性監督ですね、女優監督っていうのは大和由紀さんっていう、日本映画専門チャンネルがですね、去年の6月か7月頃に、なんかその大和監督のですね、最新作が出るっていう記念ですか、それで3作くらいですね、3、4作ですかね、流したんですよ。で、2013年だったんですかね、水谷豊さんとね、伊藤蘭さんの一人娘さんなんですかね、趣里さんですね、まあ、いろんなテレビとかも出てますけれども、映画のその趣里さんのですねデビュー作なんですかね、大和裕樹監督にとっても商業映画のデビュー作ではないですね。これ何だろう、何だったか忘れました、すいません。ちょっと正確にはウィキペディアその他公式のところで、確認してください。ちょっと分かりません。なんかですね、その短編集ってことでですね、50分っていうことでちょっと見てみたんですけど、これ乃木坂46っていうんですか、AKB48 に対抗するという、なんだか分かんないですけど、同じようなグループ間で対抗させるというですね、まあ、秋元康大先生のですね、わけのわからないこの川の流れのような作品ですね、作品じゃなくて組織と組織でですか、チームとチームですか、まあ、よくわかんないですけど、まあなんか生駒里奈っていう人がね、なんかもうやめちゃ引退つうか卒業なんですかされたんでしょうけども、その人がなんだか真ん中にいるグループなんだぐらいに思ってたんですけど、そのプロモーションビデオですね、それから始まりましたかね。その前にその、最新作のこれもね、乃木坂46のこれは現役ですかね、その人がなんだかんだでこうちょっとショートムービーを日本製が映画専門チャンネルの協力で作ったと、主催っていうのかわかんないですけどね、そんなことやってて、でもその主役の人よりはなんか私にとってはまあどうでもいいことですけど、個人的にはなんか大和裕樹監督自身の方がいい感じ、好む感じがなというわけのわかんないこと言ってますけど、ちょっとこう細表で整いすぎてますかね、その人はね、まあ、申し訳ありません。私が言ったって どういったことないですから、これ、ただそんでそのなんかね、最初がそのなんか乃木坂46のプロモーションビデオで、ハルジオンが咲く頃っていうやつですか、なんか聞いたことあるんですよね、これね、なんかどっかでね、なんか CS かなんかのこのなんかのチャンネルでちょっと出たのかなんだか、だけどこのセンターに立ってたのが深川舞でですね、それが、ね、乃木坂をこう卒業する時の曲らしいですけどね、ちょっと今もうほとんど私が語るのはこう
今入れたばかりをこうただ喋ってるだけですから、で抜けたら忘れちゃうんでね。ただ深川舞っていう人はやっぱりこのあれですよね、この困難救助隊っていう、結婚したい人は結婚できるように、っていう社会にどうにかなってくれないんでしょうかっていうお願いのこのアピールなんですけど、それがテーマでですね、そうなると、まあ、あの安倍博士自身はね、あのご結婚されてますけれどもね、まあ、なかなかでも年、まあ、私どころじゃないですけども、まあ、もっと若かった頃にね、でも40近くになったら、まあ、全然記憶がないんですけど、でもちょっと平均より遅かったんでしょうね。で安倍博士さんもでも結婚はされてましたけれども、そのまさにね、結婚できない男の2ですね、それに出てましたよね、深川舞さんですね。あとですね、あのだからそのなんかね、あのその主人公の阿部寛のね、偏屈設計士のこの、だけれども憎めない男の子の隣人でですね、彼が飼ってた犬をこうなんだかこう、違うな、なんか犬つながりでね、そのなんか飼ってたのを、違うじゃん、欲しかったんですかね、ペットショップで、それをかあのあれでうんぬんかんぬんというような役やってましたけどね、あと満腹にも出たんですかね、何だったっけな、ちょっとなかなかね、でも、結構やっぱり出てますよね、まあね、結構深川麻衣さん出てますね、あとあの映画ではですね、パンとバスと2度目の初恋ですか、あのジェイソールブラザーズのなんて言いましたっけ、山下健二郎さんですっけ、あのなんかその中の一人と共演してますよ、してましたね。なかなかなんだか忘れましたけど、内容忘れちゃうんですよ。だけどなんか記憶的にはちょっと うっすらと全体的には悪い映画じゃなかったような気もしますけどね、なんだかんだで、あとあれですよ、西野七瀬のごめんねなんとかっていうソロ曲ですね、あれもプロモーションビデオが大和監督が作成したってことで、それをこう、ね、西野七瀬っていう方はあのアンサムシンデレラ病院薬剤師の処方箋っていうのをね、こう最近までやってましたけども、あれでね、石原さとみのね、あのこのなんですか、こうに教えてもらう新人役薬剤師でね、なかなかいいね、なんか演技と雰囲気を出してましたけど、なるほどこの人もまあ乃木坂だったのかと、AKB はね本当にそのまあ何人かこう、まあなんだ、なんとなくね、いろいろあれだったけど、乃木坂46の場合は本当にその生駒里奈ばっかりなんか、なんかもう真ん中にいるとこかなと思ったんですけど、深川舞、西野七瀬って言ったらね、結構ああすごいやっぱりいろんな人をね、白石舞って人もそうなんですか、なかなかね、やっぱりこうすごいですよね、なかなかこの、まあ私なんかまあこうね、おにゃんこクラブの同世代的なところからね、モーニング娘。とか来て、またこのね AKB ってこととかね、グループでこういろんなのね、なんだかんだとんでもなくいっぱい作っちゃってますけどね、秋元大先生がね、高井真美子がね、これなんだかわけわかんないですけどね、本当にこの恋愛禁止と言いながら高山真美子とおにゃんこクラブの人と結婚してしまう秋元大先生、安大先生ですけどね、もうわけがわからないというの、俺がルールだみたいなですね、わけがわからない人なんですけど、なんかこの前なんかね、テレビ東京のニュース番組でなんか真面目に喋ってましたね、でかい人ですね、こう体がね、川の流れのようにね、生きていくのかと、人間はね、そういう感じですね、まあそれで、なんかそういう山本監督なんかその
なんか須田マスキさっきのね小松菜奈がねこれ3度共演ってことで、そのこれだけちょっと見ないじゃったんですね、録画しないじゃったんです。 なんでですかね、ひねくれてますね私もね。あの東京女子流っていうのの5つ数えれば、君の夢でしたっけ、わかんないですね、僕の夢か君の夢かわかんないですけど、それもうすら見たん、なんだかこのなんだかですけどね、でそれとなんだか、もう一つ、なんだったかな、なんかそれも見たんですよねきっとね。ただその溺れるナイフっていうのは見なかったんですよね、見てないと思うんですね、ただその菅田将暉とね小松菜奈はなんか交際宣言みたいなのをしたとかしないとかってよくわかんないですけども、まあ番宣なのかなんだかわかんないですけどね、そんな男優と女優もいますよね、番宣のためにこのなんか付き合ってもないのに付き合ってるようなね、まあ彼らはわかんないですけどね、彼ら彼女らはわかんないですけども、本当っぽいっていうようななんだかんだって書いてあったような気もしますが、まあこの私が見ちゃったのはこの共演でね、ディストラクションベイビーズですからね、これはもう問題作というかもう本当にね訳のわからないこう暴力映画ですから、これ見ちゃったもんですからなんだかすごいなっていう、すごかったですね、なんかこのなんか女上司のナオトラに出てきたこの彼ですよね、なんかこの三浦さんでしたっけ、なんだかこのなんとか丸じゃなくてね、なんだかの方はね、まあ自死してしまったっすけど、そっちじゃない方ですね、なんかこの野生的ななんかこの、なんか優と優がお母さんで、このなんかそのすごいこうやっぱり母子家庭でなんかこう子供たちはだけこういてしまう、誰も知らないですよね、これに出たあの人ですよね、なんかこのあと、妻夫木でしたっけ、違うな、誰かたちとこうね競馬のコマーシャルやったりしてですね、その人ですけどね、非常にこの、まあ、とにかくですね、そういうそれで中島みゆきの歌をヒントにした糸ですね、これの3つも共演してるってね、まあ桃江ともかぜなんてもうすごいですよね、十何個箇所も一作もね共演してますけども、まあそういうのってありますよね、まあ古い花ところや浜田光雄と吉永小百合とかですね、まあ、いろんなこのなんですかねコンビありますよね、まあそんな感じの一組なんですかね、まあで小松菜奈っていうとその言いましたね、さっきあの役所広司主演の乾きっていうのもね、これもバイオレンス映画ですからなんだか怖い感じがしましたけれどもね、まあなんか、私はちょっと申し訳ないですけど余計なことなんですけど、こんなこと言うから敵ばっかり増やしちゃうんですけど、あんまり小松菜奈は私自身はタイプじゃないかなっていうようなね、余計なことを言っちゃうと、まだその山田裕貴監督そのものの方が私の好みの顔かな、ルックスかなとかね、こういうどうでもいいなんかね本当に失礼なことばっかり言ってますけども、あとなんだろうな、このでもそういう新進の女性監督がいるっていうのは素晴らしいことですよね、でなんかねこの女性のなんかこう自意識っていうかこの、まあ、哲学専攻だった人、監督山本監督だったらしいメンバーってちょっとこう自意識過剰じゃないですけど、なんかこう不思議なこの、まあ溺れるナイフは別なんでしょうけどね、おそらく恋愛もんなんでしょうけど、この女性たちでこうなんかこうなんかこうなんていうんですかね、こう違った生き方があったからとか本当の生き方だとか そういう方向に行ってしまうところが多い作品が今のところ多いみたいですから、ちょっと結婚
したい人には本当にそういうね、男にとっては女の人が必要だし、女の人にとっては男の人が必要なわけなんで、そういうね、まだアイドル的な少女っていうんですか、そのクラスの女性のね、なんていうかこう思いですよね。まあでもなんかスリーさんがね主演したおとぎ話みたいっていうのはうまく、そういった面がこういろいろ出てたような気がしますね。あの世界の中心で愛を叫ぶのね、あの大人の頃の役やったね、誰でしたっけ、あのその、あの人は私とね、最終学校同じなんですね。中村徹さんも同じなんですね。誰ですかね、なんだっけな、なんだか珍しいですよね、同じ世代くらいでこう結構ね、そういう売った俳優が2人も出てしまっているっていうね、ポンポンと出ちゃったんですね。なんか名前がもう出たくなっちゃうんで、私の場合も困っちゃうんですよね。こうね、広瀬香美となぜか結婚してね、離婚しちゃったんですけどね、なんでしょうかね、困ったもんですよね。その困難救助隊っていうのは本当に結婚難問題、結婚したいのにできない人っていう問題もありますけど、なんかせっかく結びついたのに離婚してしまうっていう、そういう困った問題もありますし、でもまあ少女の青春ものみたいな感じですから期待したいですよね。まああと、何ですかね、ハンドボール、私のね、会話していただいた高校もハンドボールがなんだか授業に取り入れられたり、なんか私もね一回なんだかなぜかわかんないですけどハンドボールの組に入りましてですね、なんかクラス対抗だったのかなんだか、でも一回だけねこうゴールを決めそうになったんですよ。こう結局紙一重かって思いたいんですけど入らなかったんですけど、だから私は結局ハンドボールで点を入れたことはないんですけど、バスケットボールはね、あるはずなんですよ。授業かなんかで。バレーボールもなんか、あったかもしれないですけど、ハンドボールは残念ながら、本当に大チャンスが1回だけあったんですけど、ダメだったですね。サッカーは学校でやっても、多分私は守備の方でしょうから、バックの方でしょうから、言えないでしょうしね。でも本当になんかね、あれが入ってたら私もうちょっと何かが違ってたかもしれないっていうことはないんですけど、おそらく変わんないでしょうけど、まあ、思い出しますけどね。そんな日本のねハンドボール界の第一人者として君臨してた宮崎大輔選手ですか、なんだか奥さんと別居してなんか女性たちとなんだかはっきりしないですけど飲みに行って、そんでホテルでこう女性の髪引っ張っちゃったら告発されて、週刊誌に載っちゃったみたいで、なんか本当だったらハンドボール協会も厳重処分だとかですね、なんか、これね不倫だとしたら最低ですし、しかもその髪の毛引っ張っちゃうとかね今まずいですね。しかも奥さんじゃなくてね愛人の方とだったらね余計、奥さんとにしたって大変ですよこれ、家庭内暴力になっちゃう、本当にねとんでもない、なんか酔っ払ってやったとか言ってるようですけども、分かんないですけどね、あんなねあのイケメンでスポーツマンでねあの弁も立つようなね人がこうですからね。でハニートラップじゃないですけども、女性の方もなんか奥さんいる人と付き合うなよっていう、本当になんか野獣かと思っちゃうようなね、だから男も悪いし女も悪いわけですよね。だからフェミニズムっていうのはその女性の方が男性が悪いから女性を騙したんだとかいうようにしちゃうから、あれは嘘の学問ですね。男も悪いし女も悪いで、ねいい男もいればいい女もいるんですけど、悪い男もいれば悪い女もいるってことで、だからねフェミニズムっていうのは悪い女もあの男性のせいでよく
見せようっていう学問だとしたら嘘っぱちですね。ああ、山田裕貴監督のそういうね、主に少女のこの成長とか悩みとかそういう哲学的に語ってるようなのも一つの青春でしょうけど、まあね、もう夢を追いかけたいっていうよりもね、それこそ乃木坂とか AKB みたいなね、アイドル的にこうで追っかける人たちはこの結婚なんで、自分は結婚できないけどアイドルを追っかけたいみたいな人も大勢いるかもしれないんですよ。で、田原俊彦がね、前君だけの、プリンスになりたいのさみたいなね、アシュデートみたいなね、バイバイアシュデートみたいな、なんか、とにかくそんな歌詞があったじゃないですか、なんかこの君だけのプリンスになりたいのさみたいな。だからもう一人のその女性が夢を追いかけるっていうよりもプリンセスになってもらったら、それこそ岩崎宏美のね、マドンナたちのララバイのマドンナのようにね、聖母ですよね、のようなこの、私はあなたを、包み込むみたいなね、女性に会えた男性というのは本当に幸せなんでしょうね。だけどこの結婚難時代、4人に1人とかね、女性でももう10人に1人とか言われるような、なんでこの計算が違うのか分かんないですけどね、それはおそらくね、男性の方がね、このなんかこうキープして捨てて新しいのこう来ちゃうっていうのがいびつなんですよ。だから本当に、ね、不倫する男とか、そういう特会引っかえする男というのは敵ですから、もう本当に半殺しにしたいくらいの本当敵ですから、そんな人間がいなくなればいいんですね。みんな真面目に一人の異性と異性が永遠に愛し合って子供という結晶を作り、一生懸命育てて、その子供もこういい人がこうね、だから告白だけがいいっていうことじゃないんですよね。あのなんか前になんか数日前に見なかったんですけど、テレビ欄見てたら星野源ともう一人誰でしたっけ、今流行りのね人のなんか告白した数とか言ってますけど、そういうなんかね、秋元康にしたって告白しよう勇気を出してなんて女性に対しても言ってますけど、これ本当は知人の紹介とか見合いとかね、もうなんか言い名付けでもいいですよ。これ告白なんかしないで、こう自然にそういう結びつきがこう間接的にこう他力本願のような形でこうやってきて、それでもこう夫婦としてね、真面目にこう子供ができて育てられてというようなね、そっちの方がよっぽどいい社会でしたよ。だからね、そういう面でだからどうして人のこのね異性の好みができてしまうのかっていうのも一つの不思議ですけども、でもそのね、そこが一つの、壁になっちゃってる面もあるじゃないですかね。ただ女性ではこのなんか金持ってりゃ誰でもいいやっていう人もいるみたいですけどね、まあ男性もが悪いんでしょうけどね、女性も悪いんですよ、まあ、日本沈没ですよ、今日。だからね、火曜日の寺島直政さんのおはよう寺ちゃん活動中文化補佐はとても火曜日が面白いんですけど、なんか上智だ、上智じゃねえや、上智を出たんですよ、大和監督は。上智なんです、上武大学のね、なんか田中秀富先生ですか、最高に面白いですね、あの経済学者は何だらしないですけど、あとね、寿司と書いて寿司司さんね、映画パーソナリティってこれ、まあ、500作品くらい1年で見るみたいですけどね。私も本当にもう他のことやんなければもうね、200くらい行くのかもしれないですけど、ちょっと無理だな。今日なんかもちょっとね、だいぶもう寝る時間になっちゃって、眠くなっちゃいますよね。まあね、でも一番映像が一番こう簡単に入りますからね。もう宮崎大輔選手も困ったもんですね、本当にこの、なんだかな。でもまあ分かんないですけどね、まだこの嘘であってほしいという感じですね。
あとはなんだ、何の話したかちょっと忘れちゃいましたけどね。そんなかんこんなで、まあとにかく結婚したい人は結婚できる社会にしてくださいよってことでお願いをずっと続けてこうしてます。でもう本当にね、尻に火がついた気持ちで、まあ本当にね、こういう時にもこう、勤務終わって夜中でもこう撮影したくなっちゃうって感じですね。